ドン・クオーリー・ドナルド・オーライリー・クオーリーは、ジャマイカの陸上競技選手である。1970年代を代表するスプリンターである。キングストン出身。クオーリーは、1968年の時、18歳で、メキシコシティオリンピックの代表に選ばれているが、この時は練習中の怪我で出場できずに終わっている。 1969年には拠点をアメリカに移し、徐々に短距離選手としての力を蓄えていく。1970年のコモンウェルスゲームズでは、100メートルと200メートルで金メダルを獲得し、さらに4 400メートルリレーで3つ目の金メダルも獲得した。1971年には200メートルで19秒8の世界大記録を達成、順調に力をつけていく。 翌年の1972年ミュンヘンオリンピックでは優勝候補の一人とみなされた。しかし、オリンピックではまたも怪我に見舞われてしまった。200メートルにエントリーしていたクオーリーであったが筋肉を痛め、準決勝の後、決勝を走ることなくリタイアをしてしまった。その後、1975年に200メートルで再び19秒8、翌年には、 100メートルで9秒9をマークするまで力を取り戻す。そしてついに1976年モントリオールオリンピックでは初めて怪我なく万全な形で競技することができた。まず100メートルでは金メダルを獲得したトリニダード・トバゴのヘイズリー・クロフォードに最後に追い抜かれたもののオリンピックで初めてのメダルである銀メダルを獲得した。200メートルでクオーリーは 直線に出るまで一段をリードし、直線でも2位以下を近寄らせず、20秒22のタイムで初めての金メダルを獲得した。クオーリーは4年後の1980年、モスクワオリンピックにも出場。この大会では100メートルと200メートルにエントリーしたが、100メートルでは準決勝までしか進めなかった。しかし、前回大会で、 金メダルを獲得した200メートルでは3位に入り、銅メダルを獲得し、2大会連続の表彰台となった。さらに4年後の1984年、ロサンゼルスオリンピックにも参加をしている。もはや、往年の力はなく、200メートルに参加するも、予選で敗退をしてしまったが、400メートルリレーのメンバーとして参加し、3大会連続のメダルである、銀メダルを獲得した。 ありがとうございます。